TikTok を撮ろうと思ってメイクをしてたんですけど、配信しようと思ってメイクしながら配信してるんですけど、公演前みたいだね。アベマ TV で見れます、ボーイズプラネット。あとピークタイムっていうのも気になってます。こっちもサバイバル番組なんですけど気になってる。なんか最近メイクがさ、ずっと一緒なんですよ。ちょっと変わってからずっと一緒なんですよ。ちょっと違うメイクしたいよね。髪がさ伸びすぎてて、前髪を若干切ろうかな。アベマ TV で見れますよ、無料で見れる。今4話とかだから全然追いつけます。暇な時間が半日でもあれば全然見れるんだけど、私半日一日暇だったけど今日見てない、見終わってないんだけど、いろいろやってたから今日洗濯したり、ちょっと家のものの配置変えたりしてた。暇な人みたい、暇なのかな。お見送りの佐藤さんが素敵、ほんと嬉しいな。止まった、見てみ、めっちゃ電波悪い、レンジ使ってるのかな。いやさ、あんまりさ、こうおでこを見せるのがあんまりガッて、いつもちょっとメイク終わってからにするね。後で見せてあげる、おでこ。私おでこを全開してることってないじゃないですか。こう分けたりこうしたりして、おでこを全部出さないのは私がちょっと、おでこが自分が広いって思ってるっていうのもあるんですけど、あんまり好きじゃないんですよ、生え際が見えるの。自分のね、他の人のはあんま、まあですよ、綺麗だなって思うんですけど、私自身の生え際があんまり好きじゃないんですよ、見えるのが。だからちょっと TikTok 用に濃くするね、メイク。いやでもこれは濃いかもしれない。なんこっち濃い？ちょっと地雷っぽい感じにしてみた。地雷っていうかメヘラ？わかんない、メンヘラじゃないからわからんけど、こんな感じじゃない？違う？知らんよね。知らんかも。知らん、なんかどこで買ったかはわからんけど、これめっちゃいい、アピュージューシーパンティント、ジューシーパンティント、めっちゃいい、よくない？いい色するでしょ。2色持ってるんだけど、一応アピューって書いてあるんだけど見えないよね、掘ってるだけ。めっちゃ可愛い色してるよね、わかる、それはわかる。チークにしか目がいかない、嘘、濃すぎる。でもまつげとかしたら多分
馴染むと思う。公演の時よりややこいのかな、わかんないや、わからん。こういうさ、いつも TikTok のさメイク動画でどういうの載せたらいいんだろうってめっちゃ思うんですよ。あんまりこうこれしてあれしてこれしてあれしてみたいなのを出すのがあんまり上手じゃないから、いやむずいなって思うんですけど、こういうことをやったらいいんだよね多分。話しながらとかの方がいいのかな。あ、そう、ラジオで言ったっけ、事故言ってないか、それ今週来週来週だっけ。どうだっけ、サトカフォーラボの忘れちゃった。来週か、来週だって。目の周りで起こった事故みたいなあったじゃないですか、話してんだけど放送で。このさ、マックのブラシクレンザーなんですけど、これぐらいあったんですよ。5、6回ぐらいしか使ってなかったからめちゃめちゃあったのに、この状態のまま倒しちゃってて、ずっとほぼな持ってかれたよねっていう話してる。なんかブラシクレンザーよくわかんないっていう人いるかもしれないから、これです。これをこうやってティッシュに出して、こういうブラシをぬぐうんですよ。悲しいよね。で、そうすると違い分かんないかも、ビフォーアフターみたいな。これシェーディングなんですけど、もともとこれだったのが拭くとこんな感じになるっていう、割と違うように見えるねっていう、いちいち洗うのがめんどくさいやつとかにめっちゃおすすめ。このマックの反対側もやろう。こうさ、なるべくさ頻度高めでさメイクブラシは洗った方がいいんですけど、ほらシェーディングのめんどくさいからさ、こういうので済ましちゃう。そうだよメイク、これでこれなんですけど、そこ見えてる、顔をこうここら辺に塗って茶色いのを、でなんて言うんだろう、凹凸、うん、っていうのをやるんですけど、ほら若干茶色いけどだいぶ
で綺麗になりました。これおすすめブラシクレンザー、なんかねあんま売ってなくて、ブラシクレンザーってティッシュで拭う系の。そうだから、あーでさあ廃業の話していい？こう、あれ取らないでくださいね、キャップ取っても載せないでくださいね、あんまり、まあ、そんなあれなんだけど、あんまりね好きじゃないんですけど、このあんまさ、こうやこういうさ髪型しんじゃんか、ほって、ここでこう結びましたみたいな、ハーフツインですみたいなのしないんですけど、私いつもこっちで分けるんですよ前髪をこっち分けにしていることが多いというか、まあ、ほぼこっち分け、壁写真とかこっちの顔が好きだからこっちを前面に足出していくんですけど、こっちで分けてばっかいたら、前話したと思うんですけど、伸びたんですよこの辺の毛が上毛だったのに、そうここもつまめるもん、伸びたんですっていう話をしたじゃないですか、生命力ってすごいみたいな話をしてたの。まあちょっと前のショールームとか里香フォローでも話してるかもしれない、来週再来週とかの。いや伸びたんですよって思ってこうやって見てたんです。そしたらこっちは伸びたからいいんだけど待ってって思って、左右対称じゃなくないって思ったの。こっち下ろしてるから外に出てないんですよ、ここの毛たちが守られてるの相変わらず。こっちは出されるから、こっちの顔好きだからしかもこうやってさ分けてさ、今日ここじゃないみたいな、ここじゃないみたいなやってると、この辺の毛たちもさなんかやたら触られるからさ伸びてくるわけですよ。でこっちは無視されてるからそのままなのって思ったら非対称になってるって思って、であとこの辺富士美体だからこうなんか M 字、ここにもほくろあるの知ってたM 字になってるんですけど、いやここも伸ばしたいなって思って最近っていうか今日から家ではなるべくこう君たちの出番よみたいな感じで家では外に出してあげてるんですけど、こっち分けにすると私こっちの顔があんまり好きじゃないんですよね。だからほぼやらないの、こっちの調子が悪い時、この辺荒れちゃったとかって時ぐらいしかこっちにしないし、今ここにプツンってわかる？できちゃってるし、だからなるべくこっちはあんま出さないんですけど、いやこっち出していかないとダメな、こっちのね生え癖もあるんですけど、一応あるんですよこの辺に。でもこっちはなんか直毛で生えるくせに、こっちはなんか斜めに生えるんですよでもこっちの方が自然でいいけどね、なんかこっち不自然じゃない？なんかなんか本当にさ赤ちゃんの産毛みたいな感じしてちょっと嫌なんですけど、こっちの方が自然だよね。そうでもない、こっちの方がなんか大人っぽい産毛してるよねそうだからこの辺のほらこの辺見て、短いんですよこの辺生えてるの見えないだけどこっちはもう本当にこう何なのって感じで生えてるから、
そう、産毛が髪の毛になろうとしてるの。だからこっちで分けて見てる今日。こっちのね顔あんまり好きじゃないんですけど、でもね生えてくれたらよりなんか前髪がさ増えるからさ扱いやすくはなりますよね。今でもこの微妙な長さだから、ほらなんかさ昔昔とか言っちゃいけないね、この薄いからさちょっとこの辺だけを見ると昭和感あるよね。わかる、こういうステップしてさだからちょっとそれを知ったから、ほらだってこうするだけでもここ生えてるもん。まだそんなになんか大幅な差はないにしてもあるか。だからこっちをも出してもこうこうやってここのあの髪の毛たちを安心させたらダメだと思って、産毛育成タイムです。いやあんま好きじゃないんですよねこっち。こっちの顔で多分こっちが今髪で影になってるからチークが濃く見えるんだろうね。こっちだけ、あそう安心させたらなっていう話がしたかったの。マスカラしよう。何の話って感じかもしれない。TikTok を撮ろうと思ってメイクしました。ファンの人にもらったやつなんだっけ、あーにゃあーにゃあーにゃの前髪クリップ、私ねえ持ってなかったんですよ地味に。こういうの私意外と前髪クリップってこういうさめっちゃ偏見なんですけど、髪に跡がつきにくいって書いてあるんですけど、止めれば跡はつくと思ってるんですよ。だったら止めなくてよくないみたいなこうさ別に不便じゃないからさこうやってやってさメイクしちゃうんだけどさ、これすごいちゃんと左右で使ってねってこと？すごいじゃんだから信じてないから普段は本当に使わないんですよ。使うとしてもこういうやつをもうこう、うん、後つくよこれでも、これ後つきにくいって言われてないからね、全然後つくんだけどあんま信じてないんですよ。だってさこれはさこうやってさ何こうやってさ本当に後つきにくいのかな信じてないからさ私。いややばくない、なんかこうやばくないおでこ広いよね、ゆで卵みたいじゃん。なんか私もこういうなんかやりたいよけど、なんかさこっちの方がさこう前髪がこうある方がさ、こっちかこっちかって言われたらこっちの方がいいでしょ。だから結局やらないんですよ。なんかこういう系のおでこを全部出しちゃうとなんか小学生みたいになる。
おでこ広すぎて。わかんない。この辺、この辺、わかりません。わかりませんわ。こんなもんでいい？こっち、こっち出しすぎ？うわあ。こっちいる？あんや、あんやいっぱい。ほら、ここ、ここ、これ、これよ、これ、これ、これ。伸び始めた。何、伸び始めた方々。早くもっと伸びてほしいよね。じゃないと、邪魔だよ。可愛くないじゃん。こうやってでさやるとさ、こここれでパヤパヤって出てくる。マスカラをします。マスカラをしますか。気になってきた。うわ、言わなきゃよかった。言わんどけばよかった。レフェリーを着、あ、オシリンさんやるんですよね。レフェリーってなんだろうと思って調べちゃった。審判だって。プーンプーンプーンみたいな。やるってことですよね。すごくない？あー、今日これ黒いマスカラにしよっかな。黒のが合うな。やるんですよね。すごいな。見えなくなっちゃった。こうしたら見えてる？見えてるよね。もしさ、明日からプロレスやりますとかさ、レフェリーやりますって言われてさ、結構さ、私とかはさ、わあすごいなーって思って見てるけどさ、当事者になったらさ、大事だよねじゃない？めっちゃ思う。ね、すごいよね。ちょっと新品だからべちゃってつきそう。そうでもなかった。意外とべちゃってる。すごいことですよ。マスカラで、これでいつも最近めっちゃ適当なんだけど、なんか最近ね、まつげは言うこと聞かないんですよ。だから割と適当なんだけど、
感じ。束ねます。あんまりこのまつげ束ねる職人になってから気づいたことがあるんですけど、こう束にする束と束の間を広くしすぎる、なんか束の本数を減らしすぎるとあんまり私は似合わないなっていうことを知りました。え、みんなさ、話変わるんだけどさ、セブンイレブンのあのシュークリームとかが置いてあるあたりのチョコレートって食べたことあります？プラのカップに入ってるこんな感じ。目が乾燥した。そう、生チョコ。めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しくない？毎日食べたい。食べたからだ、絶対。ここにできたの。知らんけど。本当に美味しいよね。食べてみてください。なんかリモコン欲しくなっちゃった。食べてみてください。美味しいから感動するよ。うまっ、うまってなる。コンビニでチョコ買えば店員からじゃない。そういうこと？チョコレート手渡してもらえるね。でも私は人からもらう、なんか自分で買うことに価値があると思うんだよね。それを言ってたらダメだもん。もうダメだと思う、この先一生ダメだね私。ダメだわ。私はね、あんまり手作りが食べれないので買うのがいいよね。どう？だいぶさ、違うでしょ。電波悪い。パッサパサ。ゆずさんの手作り食べたことない。なんか渡してたよね、スコーンだっけ。
私わあわたあ返さなきゃ。あのあれ？それは里川ラバで話してるわ。ああもう話したい話そうってなるやつ、だいたい里川ラバの収録放送でさ話しちゃってるんだよね。全部なんかネタバレしちゃうからやめとくね。違うの、TikTok を撮るの。みんな親みたいなこと言う。今からメイクして出かけるの？時計を見なさいって出かけるわけがないじゃない。でも私もう思ったのよ、友達とかが急にメイクし始めたら一緒にいるときに、今から出かけるのって思うかもしれない。違う、 SNS を撮るの。ユニバの年パス買おうか悩む。結局買ってないのって思うかもしれないけど、買おうって思ってた年パスの種類がさなくならない、種類だったらしくて、焦って買わなくていいじゃんってなったんだよね。こっちのまつげがうまくいかない。どう？パサパサ。何撮ろう。いや、失敗失敗する。そうだよ、毎日毎日このいや失敗失敗するこの作業してる。目シパシパしちゃった、なんか花粉症みたい。チークの位置といい、アイメイクといい、こっちなんや泣いてる。
見せてこい。どう、だいぶ整いました。ちゃんとつけてね。しまいます。アイライン描かなきゃ。騒がしいとこ？どうかな？真剣。よき。じゃあだよ。対象？よし。髪だね。キラキラ。髪どうしようね。何がいいと思う？
何がいいかな。ね、私が映るゼロポジはまだ次の次だ。どうしよう。どうだろうか。あれ取りたい。甘い。でも TikTok だからこっち分けかな。甘いが好き。トゥル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 トゥ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 どう？これでいいかもしれない。若干見えてるのちょっとじわじわするね。ね、TikTok 系ソングも欲しいよね、SKE も。どうしよう。大人っぽい方がいいかな。でも今日ブリブリのメイクしたんだよな。キラキラつけてもっとブリブリにしようかな。ブリ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 ってなったらやっぱりさっきのがいいかも。とりあえず電波悪いね。とりあえずこっちを縛って
めんどくさがりだからさね、知ってる？私めちゃめちゃめんどくさがりなの知ってる？誰よりもめんどくさがりな自信があるんですけど、けどさ SNS めっちゃ更新す、めっちゃってほどではないけどやるからさ、矛盾してるなって最近すごく思ってる自分に。ここをこうして、ぐしゃぐしゃ大丈夫か、非効率が許せん。確かに非効率なの無駄なことってあんまさないとは思うの。なんか垂れすぎ、やり直そう。なんか思い通りにいきませんな。こうかな。いいよ。はあ、なんか違うわ、むずいよ。ちょっとめんどくさいやつやった方がいいかな。お、なんか推薦コメントが届きました。誰かが書いてくれました。よいしょ。
お腹減っちゃった。そう、今なんか推薦コメントが届きましたって表示されたんですよね。これ前髪だ。誰かこれ持ってて、ここで誰だった。うわー、絶対巻き込む気がする。自力でいけちゃいました。自立。よし。できてるのだろうか。もう9時だ。9時だよ。みんな9時だよ、もう。9時、9時。よし。はあ。
入りません。よし、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。まあ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 、妥協妥協。なんでもぐちゃぐちゃかも。今日も豆まだだ、まだだ、まだだ、まだだ。やっぱでも3つない、3つある方が可愛いよね。そうでもない？なんかあれ？前髪のせい？なんかあんまりしっくりこない。眠くなっちゃった。なんかあんまりうまくいかなかった。ここで縛ってどうなると思う？ここで縛ってくるりんぱしたら。怪獣っぽいもんね、このままだと。ティラノサウルスのさ、背中っぽくない？どう？何って感じになっちゃった。なんかよく分からんけど、成立はしてるね。やばいよ。でもこれはうーん違ったようです。何かが違いました。やっぱショートしか勝たんな。うん、ひょ
もうご飯だって。ご飯だよ。カラーをさ、この辺につけてとか言って。あ、お団子とかにする？お団子、お団子やったことないんだよね、自分で。なんか楽ちんお団子みたいのできたら可愛いよね。できないんだけど。楽ちんじゃないんだよね、基本ね。そう、やっぱさ、去年の、去年って髪長かったっけ。去年そんなだよね。いや、でももう三つ編みしてたから割と伸びてはいたのかな。ちょっと待ってね。これはあるんですよ。私はさ、私があんまりお団子をしない理由があって、似合わないんですよ、普通に。ちょっとおかみさんみたいになるんですよね。はあ、ダメだ。ダメでした。もう無理だ。誰かやって。自分ではできない。ご飯食べたい。ご飯の時間、ご飯の時間だよ。
もうそろそろご飯の時間だよ。いいじゃんこれで髪の毛脱げちゃったこれで耳隠してよいじゃん。この辺にアンヤとかつけとけばなんだ本当だよ。今までの時間返してよ。うわーん両アーニャでいこう。撮ろう、後で撮るね。というわけで髪の毛も決まったから、わかんない、いざ TikTok をみんなが見る頃には違う髪型してるかもしれないけどご飯を食べに行ってきます。ランキング言います。1位ポポポ、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。3位さささささ、ありがとうございます。4位さささささささ、ありがとうございます。5位むむむ、ありがとうございます。6位ひひひ、ありがとうございます。7位あー、ありがとうございます。8位しょ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 、ありがとうございます。9位ひひひひ、ありがとうございます。10位あー、ありがとうございます。11位ジュ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 、ありがとうございます。12位ゴゴゴ、う？ゴゴゴゴ、ありがとうございます。13位フフ、ありがとうございます。男女以外の皆さんもありがとうございました髪型決まった。今日は TikTok 更新した、 Instagram も更新した。後でメール送るね。あ、ブログも書こうと思って、豊橋のご飯屋さんいろいろ行ってるから、それをまとめたブログ書こうかなって思ってるから、今日か明日か明後日乗ると思うから、そしたら更新したらまた連絡するね。ね、彼氏みたいな、みんな彼氏ずらして連絡待ってて、連絡するからはい、というわけで配信終わります。無事 TikTok が撮れそうです。これでは撮らないけど髪巻こうかな、ストレートかな。ありがとうございました。またね、バイバイ。